でも年明けまであれのんびり。それがですね、あ、本学校ないの？いや、のんびりなの。のんびりで、うん、旅行行こうかなと思って、うん、ロスの方に。かっこいい。そうかなみたいな。すごいね。何それ、それ何？ LA。 LA ね。ハッシュタグか。そうかなと思って。 LA？ ハッシュタグ。エルファラカワ。LA がさ、ディズニーランドのアナハイムっていうのが最初にできたディズニーなのね、うん、やっぱファンとしてはさ、ここに行っておきたいじゃない。休みの全部ディズニーに費やそうと思う。今年何回行った？ディズニー結構行ってない？行ったね、結構。行ける時はディズニー行ったよ。だよね、一人でも行ってるし。一人でさ、ディズニー行くじゃん。最初何をするの？乗り物はそんなに乗らないの？私乗り物は乗らなくても大丈夫なタイプなの、うん、まず散策するでしょ、うん、普段だったらやらないけども、ポップコーンにまず並ぶわけ。う、絶対食う味とかあるの？ある。何？もうベタでごめんなさい、キャラメルはもう絶対、絶対的にキャラメルだ。へえ。いただいたチョコ、うん、美味しいと思うよ。まあまあ、ポップコーン買って、うん、ポップコーンバケットっていう入れ物があるんだけど、うんうん、それ入れてさ、うんうん、歩いてたらさ、うん、急にさ、あれっつって、うん、私携帯どこやったっけみたいな。最悪、怖い。カメラもどうしたっけみたいな。カメラもどうしようみたいになって、うん、で一人で慌てて、うん、でカメラ持ってるわみたいな、うん、あ、じゃあ携帯だっつって、もういないって言って、で随分歩いて戻って、で結局ポケットに入ってて、でその時一人だから何のリアクションもできないじゃん、うん、ちょっと切ない。時間が無駄になった。どんぐらい探したのそれ？ポケットの中にある、20分ぐらいはやったんじゃないそれ。冷や汗で。でもそういう時って一番近く探さないのよね。わかるよそれ。疲れちゃったな今日は。今日も疲れたね。私もそういう時あるよ。まずいもん食べたからじゃない、最初に。あれに携帯値下がっちゃったんだ多分。うわ、すごい素直じゃん私。一個さ、うん、えっていうことがあるともう一気に加速してっちゃう、歯車が狂うと、うん、フィギュアスケートばっか見てるもん最近。どういう意味？まあ季節的にもさ、時期的にも今やってるじゃん、うん、テレビで、うん、それも見つつ、もちろんその過去の鈴木亜希子だ、うん、素振文枝だ、中野ゆかりだ、恩田義枝だ、その辺までだね私はよく見てた。え、野呂さん一番好きなスケーター誰？私あの子は好きだった。誰なんだろう。目がちょっとスッとした若い子。誰？若かったよ。誰だろう。若い時からやってたよ。みんなそうよ。大体フィギュアスケートと卓球少女はみんな若い時からやってるわよ。坂本香織さん。一番旬じゃない？ごめんなさい。一番旬じゃない？ごめんなさい。坂本香織さんはもうちっちゃい時からやってるでしょ。ちっちゃい時からやってるわよ。やってるでしょ。やってるわよ。ちっちゃい時からやってるでしょ。グランプリファイナル優勝した。ああそうだ。この間もう一番旬よなんか。そっか。じゃあこの子好き。一番見てて応援してた。坂本香織ね。鈴木さんも応援してたよ。鈴木亜希子ね、うん、鈴木さんいろんなことを乗り越えて、いい、ね、頑張ってらっしゃるっていうイメージを。そう、あのね、もうね、人生の波をねたくさん超えてきた人間はね、うん、スピンのスピードが素晴らしい。スピンのスピードに出るのよ人間味が。そう、もういやーこじつけ。出たね今なんか邪悪なもの全部出たよね。そうそうそう、うん、向こうでうわーって。
っていうね、そのやっぱこのパワーが全部、ね、やっぱそこで出さなきゃさ、人生のやっぱそのなんかこう怒りとか、いや本当そのこうもどかしさみたいなものがこう一気にこう、うん、天にこうね、なるほど、一番出るのがスピンの時、スピンなの、最後のスピン、最後ね、最後くる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 ブーンパンっていう、これで決まったと、人間味がなるほど、スケーティングの中にこうやっぱ現れる、はい、あのスケタ好きなんですよ。なるほどですね。あれです、サラちゃんはどうですか、サラちゃん。サラちゃん？サラちゃん。本田姉妹は。本田は分からんし。分からん。私は鈴木亜希子の演技を、うん、八木沼純子の解説で見るのが一番好き。ちょっと分かんないです。分からん。スポーツ見てるね。フィギュアスケート好きよ。私、ね、始めようかしら、その遅咲きの趣味として。フィギュアスケート。フィギュアスケート趣味にして。ちょっとシニア大会とか出てキス&クライ座りたいの。野呂さん座ってよ、コーチで。あとこれこうやって来て。そう、ちゃんとなんかこのゴージャスなやつ着て。あ、わかった。ちゃんと。ちょっと派手な感じにしとけ、じゃあ私も。うん、野呂さんもね、もともと派手だから。そう、メイクしたらまた、そうそうそう、ちょっと こんな感じでやって。そう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 。かったね。どうしようかな、私キス&クライ。どんな顔しようかな。キス&クライってすごい言葉よね。どういう意味なのそれ。キス&クライだからもう本当に命運が分かれるから、あそこでキスかクライ、そういう意味でキス&クライっていうの。そう、そう、わーってなるか、知らなかった、ってなるかっていう場所じゃない。うわー、適当に今聞いてたけどさ、違うね、すごいね。もう私あの名前つけた人に会いたいもん。会いたい。誰ですか。キス&クライ。誰。ちょっとロマンチックすぎるでしょあれ。すごい、こんな細い。そうだよ、強引なんだから、この男は。のんちゃんがねんでしたよ。かわいい。ぷるぷるやな。のんちゃんついてこい、のんちゃん。めっちゃかわいい。ワンちゃんタイムにしようじゃ。もこちゃん連れてこよ。ワンちゃんタイム。何それ。すごい平和な時間ね、うん、ワンチャンタイム、動画でワンチャンタイム、ワンチャンタイムするか、ワンチャンタイム、はい、はい、ワンチャンタイムです。ほら、ほら、はい、ワンチャンタイム始まりました。え、あれ、なーに、ねんねしてたんだよ。じゃあ、ねんねしてたの、起こしちゃった、ね、はい、終わり、ワンチャンタイム終わっちゃった。この業界あれよ、のろかよのことみんな雑に扱いすぎよ。あのね、やたいな、そんな風に言って。バラエティをね、盛り上げることもできるし、なんだかそうやってドラマもやったりもできるわけですよ。なんかさ、もうちょっとさ大切に扱ってあげて。たまに楽屋がない時もあるそうなんですけど。あります。これがね、何、芸能界っていうのは面白くもあり、うん、変な世界じゃないですか。あのさ、私思うんだけどさ、バラエティにさ番宣で出る女優とか俳優いるじゃん、はい、あのバラエティ中にする番宣であれ見るドラマとか見ようってなる。あれ、あの番宣の影響で見たことないんだけど。虎ノ門市場で会いたかったは大サービスですよ。いや、私虎ノ門市場見るたんびに思い出すんだから。何言ってんのそれ。野呂さんの会いたかった。そうですね、虎ノ門市場でカニ紹介すんのに、うん、カニかよって言ってくださいって言った時はびっくりしたね。カニかよですって、あの言葉でお願いだったんやけどさ、うん、あのなんカンペで、うん、カニかよ、シシド会の前ででしょ。シシド元気かな、シシド覚えてるかなってのこと。野呂さんってさ、はい、すっごい優しい人だと思われてない？思われてるよ。思われてるよね、うん、私別にそうでもないとき。野呂さん結構怖いよね。怖いって言わないで。怖いっていうのはなんかでもあのちゃんと言うときは言うよ。だよね、うん、だ怖いのよ、逆に。普通のときは普通じゃん、うん、
そうそうそう、基本さ気持ちはあるつもり、心、あの感じの悪い、そのそ強いとか性格悪いとかじゃないよ、もちろん。そう、心は持ってるつもり。めちゃめちゃ優しい人間だと思われすぎて、なんかいい人だねとか、なんか言われちゃうわけ。そうだよね、だから何でもさ、そんなに、ね、笑顔で許してくれると思いすぎてない、みんな。そうだから、そのまま行けやっちゃう別にそうじゃない時もあるじゃないですか、普通に。で、うん、そうじゃない一面が出た時に、うん、え、怖っ、え、わかる、ちょっとなんか、なんかなってんだよ、感じ悪いみたいな、え、何つけそれみたいになっちゃって、うん、そうじゃないじゃんって。怒る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 、思ってますよ私は。でも野呂さん怒ったら一番怖いからねそのちょっと待って、それはちょっとおかしいじゃないですか誰しもそうだと思うけどさ、ね、このカメラでは話せないそのブラックな話してる時の野呂さんが私一番好きだからねそういう時あるよ、たまにあって、うん、うわーって言っちゃう時ある、ね、たまに、うん、私あのすごいじゃんっていう、うん、そうそう、ペイちゃん、私ドラマのあの番手をすごい気にする野呂さんのこと好きよ私すっごい好きな、結局ね番手じゃないっていうのは分かってんですけど、うん、あの番手ってほんとしっかりしてるのね何が、あの番手がすごいしっかりしてるんですよ、番手、順手、あっていう世界なんですね。面白いんだよな番手の話ね。うん、ドラマのあの番手その出演順、しょうがないですよ、その紹介される順番、はい、それをねすっごい、あの全部じゃないでしょ、でもそれ何が全部の番手のこと言ってる、もしかして言ってない言ってない言ってない、そのたまにさ、たまにたまに7番手かよとか言うじゃん、あっちゃん好きなのよね、めっちゃ好きだし、全然その別にこれ話したところで嫌な気もしないしさ、みんな7番手が嫌だってわけじゃないよ、じゃないんですよ、7番手がいいんです、別に7番手だって役柄で、ね、あれしてますから。ただ7番手でもしあの不都合があるとすれば、うん、あのなんかなんだろう、うん、あのまあ、入り時間とか、あ、例えばですよ、そっか、そこも影響してきたりする、そういうのもやっぱちゃんときちんとしてるから、そっか、バラエティもドラマもなんかちゃんと 120% であのいただいたらこなすけど、内心思ってるよっていうことを聞くのが好きその内心でなんかまだ私はここかよ、そうだね、それは常々思ってるねあ、これまだこれやりますよねじゃないとね私みたいな、これやんないと良さ出ないもんね、そうっていうのを永遠、私でもこれ昔からそうなんで、これダチョウ倶楽部さんがずっと言うんですよ、私のことを。そうやってお前は本当にいい自分のことを、うん、なんかいいや女だと思ってる、思ってこれが嫌だけど頑張んなきゃって思ってる、反骨心が面白い、うん、面白い。でもそれで言うと多分似てる、私もだからそのなんでそんないい女だと思ってんのよく言われるからそれはそうね、そう確かにね、つい自分のこといい女だと思ってるね思ってる時あるんだよ、だから誰かに引っ張ってもらって、えっそうなんだみたいな、結局似てるやつがここで似てんのよ、似てんのよ、だから多分似てるやつが飯食ってくだばいてテンションが上がらないだなんだ言って、そう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 